松平信照は、江戸時代前期から、中期の大名、武蔵川越藩の、第三代藩主、後下佐小賀藩の初代藩主、松平伊豆守家、大河内松平家三代、万事三年四月8日、川越藩二代藩主、松平明綱の四、男として、武蔵で生まれた。三人の兄が創生したため着手となり、漢文十一年十二月に、 父が死去したため、翌漢文12年2月に家督を継いだ。この時、弟の輝き定に五千国を分与したため七万国となった。十五位下、伊豆守に除任される。遠方七年七月二十五日に、井上正藤の娘と結婚し、翌遠方八年にのぶてると解明した。元禄七年一月七日に、下嘘古川に違法される。 法永六年六月十八日、家徳を長男の新宿に譲って隠居した。教法十年六月十八日に死去、去年六十六。元老区年時点の全国大名の評判記である、土アクターターだきでは、信ブは全地で邪知がないが、これの小耳同期派、何より大将の絆なり、重ねずんば、祖父の仏名の,の薬義なりとも、金メラルべきほどの器量なるに、 当たらなりとノブテルの耳が遠いことを惜しんでいる。ノブテルは武芸を尊び、家臣も武芸に励む人が多かった。講義を大切にし、宙を、もっぱらと心がけたという。一方で、父の輝き校が死去して、わずか13歳で、幼稚川越を継承したとき、必ず国替えがあると、家臣や聖人は思っていた。しかし祖父、ノブツナの余計なおかげで、たとえ祖父、 信綱の中勤を上に思え食さるるといえども、遠いず守るその器に歪んば、そうかこしっかの城にさおけせらるべきやとある。つまり信ぶてるには、器量なく、老中になれない大名であるにもかかわらず、川越在以を許されたのは、祖父の余計のおかげというのである。なお、この、土アクターが、周期成立の4年後に信ぶてるは古川に違法された。ありがとうございます。